チェスチェスオルです。何なんで倒れてんの？サンタクロース？おい、どうなんした？やられたんです。サンタ狩りの連中とかいんの？そんなやつらいんの？サンタ狩りなんでいんの？それらあんた大丈夫なんか？なんとか大丈夫な？サンタ狩りって何？超限定的じゃない？思ったより大した怪我のうてよかったな。ありがとう。ご迷惑かけしました。すいません、助かりました。かまへん。それよりさっき言ったサンタ狩りっちゃ何のことや？ここらの不良グループです。この時期サンタの格好した売り子ばかりを狙ってリンチするっていう、それなんか得はあんの？それサンタ狩りか。将来連中やな。ええ、そんなことがあるもんですからクリスマスシーズンなのに商店街の方も妙にピリピリしてしまって、俺が説教したる。その連中俺が説教したるわ。説教ってどうするつもりですか？暴力やな。あんたのその衣装俺に貸してくれや。連中サンタを狙うんやろ。切れんのかこれ。まさか踊りになるつもりですか？無茶です。相手は大人数なんですよ。10人近くいたと思います。一人じゃとても。まあ別に喧嘩すると決まったわけやない。話せばわかる連中かもしれん。そうかな。そんな奴らがサンタ狩りなんかするかな。しかし、そんな見開くわ。しかし、心配すんな。まずくなったらさっさと逃げるわ。無茶せえへんわ。わかりました。サンタ狩りって何？おお、ちょっと似合ってるな。ヒゲあったか？さ、ヒゲどっから出てきた？よっしゃ、これで向こうからサンタ狩りの連中が寄ってくるはずやな。くれぐれ無茶し、これ誰の衣装？貸してくれたんじゃないの？別にあったってこと？やっぱりサイズが合わんかったんか。くれぐれ無茶しないでくださいね。連中武器もたくさん持ってますし、まるで手加減とか知りませんから。おう。よし、サンタがいる連中を探すか。もう歩いてたら来るんじゃないの？適当に。ぶらついてたら。こいつらか？お、なんかや、ヤンキーじゃないけど、学生いたけど。あっ！おわーい、サンタさんだわー。やはー。ほんとだ、サンタさーん。なるほど、この格好で街に出るんは悪くない気分やな。ねえ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 、サンタさん、プレゼントちょうだい。私のプレゼント。すまんな、今プレゼントになるようなもん何も劣らんのや。そうなのやだ、プレゼントちょうだい。うんうん、私も欲しいよ、サンタさん。ないもんはないんや、仕方ないやろが。やだよ、プレゼント。お、なに変な走り方の子来たな。あ、サンタさん、やったプレゼントちょうだい。え、サンタさん、あ、ほんとだ、痛い痛い。これか、サンタ狩りってもしかして。わーい、サンタさんだ。違うな、僕のプレゼントは。なんや、どんどん子供が集まってきよる。はい、お前ら家で待っとるや。サンタ言うたらイブの夜にプレゼント配るもんやろが。うん、そんなの待てないよ、早くサンタさんプレゼント。僕みんなも呼んでくる。おらん、これ十分やない。俺はこんなことしてる場合やないんや。やばい、今ネットに投稿したからみんな集まってくるよ。やめろ、ツイッター改め X やめろ。ネットに投稿なんやそれ。もうええわ、とにかくプレゼントはあらへんぞ。いざだー、サンタさん、僕のプレゼントは。なんで俺の方が先だって。お前の方が後やったよ。あ、違ったっけ。くっ、まさかこいつらがサンタ狩り行っちゃうやろな。ここはもう逃げるしかないわ。これサンタ狩りか、武器持ってる。ネットか、スマートフォンっていうね、武器を持ってるんか。あ、なんか、え、絶対 今の子可愛くない？あんな服装で街出れる子、大体可愛い。ねんてんてん。どうやら逃げ切ったようやな。あ、やっぱあれがサンタ狩りやったんか。はあ。あ、え、違う。振り切ったような。なんで俺がこんな目に遭ってんやろ。サンタさん、俺らにもプレゼントくんない？忘れとった、説教するんやったわ。お前らやな、サンタ狩りっちゅんは。
ピンポーン。そしてあんたは本日3人目のサンタでーす。サンタのおじさん、俺らにもプレゼント祝ってくれや、クリスマス祝ってくれや。お前らなんでこんな真似してるんや。つまりストレス解消のためだよ。頼んでもないのにクリスマス気分ぐいぐい押し付けてくれちゃってさ、俺らにはその赤いお洋服が目障りなんです。お前ら女おらんやろ。うっせーよ。あー出た、 NG ワード出ちゃいましたよ。おっしゃ、サンタの服もっと赤く染めてやるぜ。おめえの血でな。あ、お前らの帰り血で染まるかもしれんな。柄の悪い男、説教ちゃうんかい。暴力やんけやっぱり。あ、ちょっと待って、プレゼント、お前らにプレゼントあげよう。うわ、新しいスクーターで。あ、いた。よし、お前これが欲しいんだな。はい、プレゼント使うんで、あ、クリスマスツリーあげよう。サイジマだけにできる。特典というか、ここないな。こっちやジングルベルや。アイプレゼント。すごい、サイジマやば。キリュウちゃんには真似できないあの重さは。お前らの血で赤く染まってしまったわ。すみません。すみませんでした。もう勘弁してください。世の中優しいサンタだけやないやで。やっとこんなまでせんことやな。え、すげえ、このサンタさんすげえ強い。お前らさっきのガキンちょっと思えないか。プレゼントは何言うたやろ。そんなのやだよ、プレゼントちょうだい。そんなこと言われてもな。今渡せるようなもん言うたらこんなものしかないで。あ、それ僕らの獲物ですけど。え、あ、バットだー、すげー、僕もずっと欲しかったんだ。ウォーズ野球少年やったんか。そしたら何本でもあれだけ持ってったらええわ。ありがとう。やったー。ねえねえ、 これが欲しい。それはヌンチャクやないか。坊主カンフー好きなんか。僕カンフー映画大好き。あちょー、おい待って、そのヌンチャク俺の大事なコレクションでめちゃくちゃ高かったんですよ。ええやないか、バットで野球、ヌンチャクでカンフーごっこ、これが正しい使い方や。どうしても不満があるんなら俺が直接聞いてやるが、どないする。いえ、ええ、ええ、どうぞ好きなだけお持ちいただいて結構です。ありがとう。あー、やったー、サンタさんどうもありがとう。サンタも悪いないもんやな。メリークリスマス。誰が被害者なんかもうわからんくなってきた。よかった、人救った。元通りやクリスマスツリーも。お、またなんかあるぞ、ハテナが。なになに、なんや、俺は、ん、事故、ん、どうするこれ。トラック同士の事故らしい。怪我には今のところいないようだ。すいません、どなたか早く警察呼んでください。警察も来るよし、俺も書かない方がええな。おう、山下ろし、嘘やろ、何やと。お、おい、クマだ。トラックからクマが出てきた。動物園のクマなんです。みんな逃げて、警察を呼んでください。やべえぞ、逃げろ、みんな逃げるんだ。うわー、若い女、ほんまか、若いか、だ、誰か動けなくなってるんだ。おい、こっちや、嘘やろ。なんや、ヤモウロシに比べればえらい小物やな。だいぶでかいけどな。ヤモウロシもうちょっとちっちゃかった気がするけど、そうか、ヤモウロシでかかったんか。おやだ、逃げろ、何やってんだ。あなた、ふん、かかってこいや、この俺が相手になったるわ。嘘だろ、サヤシマ嘘だろ。クマ。クマじゃないんよ。あ、確かに山おろ、あ、確かに山おろしに比べればちっちゃいか。体力も
備えないな。おーおーおーおお、食われ食われる。なんだ、体をずーたーでかく見せればいいんだな。どっちがでかいかもうわからんくなってきた。バイク含むと、ありがとうございました。おかげで助かりました。無事やったか。危ないとこやったな。あの、本当にありがとうございました。危うく大惨事になるとこでした。なんてお礼を言ったらいいか。これ少ないですけど、ほんのお礼の気持ちです。さんま、やった。一緒に来てくれませんか。きちんと縁でお礼をさせてください。警察に見つかるわけにはいかんしな。長いは無用や。いや、俺はもう行かなあかんのや。そんな、あんたのおかげでみんな助かったのに。ふん、気にせんで、あんたの気持ちでだけもらっとくわ。まったく、なんて下だ。まさか熊に素手で勝ってしまうなんて。よかった、常識人いて。そうだよな、そう思うよな。本当に信じられないわ。熊で素手に勝つ。いやもう漁師いらんよ、もう。すごいな、皮もらえばよかったな、売れんのに。さあ違うか。お、また裏路地にジンギスカン。どうした、なんて遠いの。どうした、おい、ジョーちゃんどないした。ふらついてるやないか。すいません。よっしゃ、松尾ジンギスカンと店ご存知ないですか。あ、なんか行ったよな、あの妄想で。松尾ジンギスカン、そこに行きたくて迷子になっとるわけ、というわけか。いいえ、場所わかってるんです。ネットで下調べしてきましたから。またネットか。そしたら、なぜそんなフラフラやねん。それはもちろん最高のジンギスカンを最高のコンディションで食べたくて、そのためにずっと絶食してきたんです。なんといっても空腹は最高の調味料ですから。いや、あまり腹減ってる時に食べても何でも美味しいと思っちゃうからな。ちょっと食べていった方がいいで。アホか、それでフラついとったわけか。心配して損したわ。え、終わり。あのちょっと待ってください。松尾ジンギスカンまで連れてってください。私も今にも倒れさえそうで。しゃあないな。せやけどその店どこにあるんや。中月通りにあるって聞いたんですけど。中月通りか。この辺にあるはずやな。まだ、そしたら連れてったるわ。すみません、ありがとうございます。どうやって行くん、担いで行くん。お、着いた。閉まってへんかな、今日は定休日ですって。お、ここやないか。松尾ジンギスカンや。よかった、やっと着いた。これで美味しいジンギスカンが食べられる。そしたら俺はもうええな。あ、そんな、ちょっと待ってください。連れてってきていただいたお礼にご馳走します。そんないらんわ。俺も子供に怒られるほど落ちつぶれたらおらん。いいえ、ね、私だって恩人にお礼もしないほど子供じゃありませんから。うん、なるほど、言うやないか。あの、私山下真美って言います。これグルメリポーターやった。あ、そうなんだ。そしたらこれも仕事っちゅうわけか。まさか、れっきとしたプライベートです。だから迷惑、遠慮しないでご馳走させてください。そうか、分かった。でもグルメリポーターが絶食できるって仕事ないってこと。分かった、俺は西島言うもん。それじゃあ西島さん、店に入りましょう。このジンギスカン最高らしいですよ。お店のためにニュージーランドで育てられて厳選された子羊のラム肉、そして完成までに10年かけた秘伝のタレ。どうして他の店とこんなに違うんだろうってくらい美味しいんですって。ん、食うてもないのえらい詳しいな。ここに来るために朝から何も食べてこなかった。朝からかい。なんや、そしたら絶食言うてもまだ一日経っとらんのかい。なんやね、朝抜いただけやんけ。楽しみですね。じゃ結構飯食うタイプなんだな。朝食ってないだけでフラフラになるってことは。私も、私に任せてください。下調べは完璧ですから。分かったわ、ジョーちゃんに任せるで。これが松尾ジンギスカンか。ええ匂いやないか。さあ食べましょう、食べましょう。遠慮なんてしないでくださいね。最初も結構食うんちゃう。これうまいわ。ラム肉の臭み待ってからへんですよね。美味しい。他のジンギスカンとは下味も二味も違うって感じですね。
あ、もう最高、絶食してまで来た甲斐がありましたよ。いくらでも入りますね。もぐもぐ。どれぐらい頼んだん？もぐもぐもぐ。鮫島が見とれてるぐらい食べてるってこと？もぐもぐもぐ。おい、いつまで食べる気よ。よくそんなに食えるな。これぐらい普通ですよ。いつもご飯だけで3合くらいは普通に食べますからね。ご飯大好き。そうか、ご飯だけでだもんな。おかず含めずに。そうだ、田島さん普段お仕事は何をされてる？お仕事何されてるんや。か、なんだっけ、マタギやったっけ、ヤクザやったっけ。お、俺か。まあいろいろな、いろいろやってるわ。もぐもぐもぐ、あんま興味なさそうだな。今どうなんや、いつもグルメリポーターやってるんか。いつもグルメってわけじゃないです。これでもドラマに出たりとか女優っぽいこともやってるんですよ。あ、そうなん。おお、大したもんやないか。まだまだですけどね。でも将来は声優さんとかもやってみたいんですよね。そうか。佐島さん、一つご相談が。な、何や、改まって言うてみ。何、分からへんで、その声優の世界とかヤクザしか分からへんで。おかわりしようと思うんですが、いいですか。どうぞ。どうぞ。あ、美味しかった。やっぱり私は美味しいもの食べてる時が一番幸せですね。ええんか、ご馳走してもらって悪いな。いいんです、いいんです、ほとんど私が食べてましたしね。まあ確かにな。あ、そうだ、佐島さん。何？ん？あの佐島さんが最近食べた最高の美味しいものって何か教えて。なんだっけ、どういう意味よ。そうですね、初めて会った人に必ずこれ聞いてるんです。今の松尾ジンギスカンもそうやって見つけた店ですし。あ、次のあれでってことか。じゃああれかな、あのマタギで倒した鹿か。誰か知ってて自分が知らない美味しいもの、それを探したいんですよ。知らないまま食べずに終わるのはもったいない。なるほどな、俺の食った最高に美味しいものか。最近で言うと鹿鍋やな。鹿鍋、そういえば私食べたことないですね。俺がマタギの集落におった時のことや、雪山で遭難しかけて死にかけた時、ある人から食わしてもらった鹿鍋は最高にうまかったで。でも鹿ってどんな味がするんですか。独特の匂いがあるって聞いとったんやが、鍋に入っとった味噌が良かったんか、とにかくめちゃええ香りさせとったな。鹿肉はあまり熱を通さんと柔らかいうちに食べるんや。これが味噌の香ばしさと相まって、まさに絶品という味やったで。なるほど、でもそんな食えへんのちゃん、店とかで。私の未知の味ですね。うーん、食べたい、がぜん食べたいです。そうか、そしたらジンギスカンの例に今度山行ったら取ってきたるで。いいえ。何言ってるんですか、そんな悠長な。食べると決めたからな、すぐに食べたいんです。いや、お前今腹いっぱいジンギスカン食うたばかりやないか。鹿鍋は別腹ですよ、どういうこと。そうと決まればこうしちゃいられないですね。それでは佐島さん、ありがとうございました。私これから山に鹿鍋食べに行ってきます。大丈夫、迷わへん、死なへん、山おろしももうおらんし大丈夫か。ほんまに行ってもらった、ほんまに雪も入る気か。いや、まさかな、さすがにそこまではせんと思うが。終わったんこれ、カン、ちょっと見てみよう。あ、ちょっと佐島さん、いいとこにいた。どんなしたんや。月見のから来たって妙な女声で、やばいな。もしかしたら妙山に入ってきたかもしれないんだ。何やと、どうな、どないなっとるんや。その子が言うには、美味しい鹿鍋雪山に入ってこそとか、ちょっと目が血走ってて怖い感じだったよ。まさか、ジンギスカンのあのジョーちゃんか。ほんまにここまで来た言うんか。田島さん、山に入るんだったら、ちょっと気をつけてみてくれないか。まさか一人で山に入るわけないと思うんだが、あれから集落のどこに見当たらないんだよ。改めて山を降りたなんて、諦めて山を降りたらいいんだが、いや、あのジョーちゃんのやりかね。わかった。ちょっと様子見てくるわ。そうか。じゃあ頼むよ。マクドナルドとか言うときゃよかったな。マクドナルド行ったのになんだったら、雪山とか行かずに。あ、死んでる。やっぱりジンギスカンのジョーちゃん。お、しっかりせえ。大丈夫か。
おりゃ、わかるか、目が開けるにはジンギスカン。ジンギスカンはもう二度と目が開かないのよ。商品として並んでる時点で。山下ですよ。山下まみ。ジョーちゃん、ほんまに鹿を取りにここまで来よったんか。いくらなんでも無茶すぎるで。そうだ。鹿。鹿はどこにいるんです。鹿捕まえなきゃ。アホ。銃も持たんと鹿が取れるか。ええか、とにかく山降りるで。この前は死んでしまうで。まだ鹿が、私鹿が食べたいんです。山降りたらいくらでも食わしたる。もう俺についてくるんや。本当ですね。わかりました。じゃあ、冴島さん。鹿並みのことをお願いします。でもその味噌とかって奥寺さん直伝のとかじゃない。ふう、なんとか生きて帰ってこれたな。冴島さん、本当にありがとうございました。ずいぶん元気そう、元気やな。もう大丈夫なんか。えらい回復が早いな。まあ、この世界食べ物で回復する世界から、食べ過ぎてる分備蓄があるんやろな、体力に。それよりも、さっきの約束ですよ。冴島さん、鹿鍋食べさせてくれるって忘れてないですよね。うん、分かっとるわ。せやけど、鹿を取ってこなあかん。しばらく待っとるや。はい。いくらでも待ちます。ずっとお腹空かせて待ってますからね。ここまで来ると感心するわ。ごちそうの鹿があるっていうもんやな。と、行ってくるか、じゃあ。ん？でも鹿にこれ余ってるけどな。うん、分かっとるわ。いかなかんのか。はい、行ってくるか。じゃあ、しかも迷惑やで、ほんまに。ちょ、しか、あ、いた、しか。あ、バレた。あ、しまった。よし、同じ撃ったやつだったよね、あれ。バレたのか。結構遠くで、ちょっとさっきこっちな、さっきと結構遠くでしゃがんだつもりだったんだけどな。匂いとか遅かったのか。悪い思いなや。うちでこの罠にかかったやつも取っておかないとな。無駄に罠にかけたことになるからな。鹿、おいしくいただくで。これでいいよな。天気回復してきた。返していいんかな。鹿一頭分の肉をね。ここでいけるか。よし、そしたら小屋に入り、今鹿鍋を用意したるわ。あ、ありがとうございます、冴島さん。どうだ、おいしいんか。おいしい。これが鹿鍋なんですね。確かに食べたことない味です。ああ、そうやろな。お腹すかしてたのもあるやろうが、最高やろ。ええ、ここまで来た甲斐がありましたよ。ほんと命がけだよな。もともと鹿は可愛くて好きでしたけど、これからちょっと鹿を見る目が変わっちゃうかもしれませんね。鹿見て食欲湧く女、そうおらんやろな。ほんとですね。せやけど、うちは対岸にしとくんやな。そっか、ほんまに雪山に入ると思わんかったわ。ごめんなさい。すいません、食べることになると私なんだか自制が効かなくて、つい。冴島さんのおかげで生きて帰ることができました。鹿鍋も食べることができて本当に助かりました。ありがとう。だからこれ、感謝の気持ちです。本当にありがとうございました。セレブのコース一番いないやろ、冴島。秋山とかの方がええんちゃう。いろんな人おるな。生肉なし、と声かけろ。奥寺さん、これ香水使うかな。なんか久しぶりにここ帰ってきたな。ババちゃんが用意したバーじゃなくて。ということで、よかったらまた見てください。お疲れ様です。じゃあね、バイバイ。